あとチーム状況的に岡田さんはラストじゃなきゃ OK って思ってるでしょうね。なるほど、サクラナイツ、はい、余裕がある。丸山さんは絶対2着取りたいって思ってるでしょうね。その精神状態っていうのは影響しますか、はい、そうですね、それは まだ中盤戦ですけど、ここからさらに強くなってくるでしょうね。ここから後半に行くに従ってさらにしびれる戦いが見られますね、はい、後半になってね、300、400いってるチームは本当ラストじゃなきゃいいよみたいな戦いになってくると思うんですよね、うん、もしくはトップをどこに取らせないとかね。なるほど、はい、どんどん下にいるチームに厳しくなっていくんですかね。そうです、はい、そうですね、だん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 みんな下に辛くなってくるんで。さあ、赤ウマン引いた水原、赤赤ドラになりました。丸山メンツができたがドラは使いづらくなったか。まだ残します。お金はスパンスが寄ってくる、うん、いいね、はい、先ほどから内に内にと寄せていました、はい、方位を守りたいですが手が整っている、はい、そうですね、まあ、ポンテン取るでしょうね、まあ、このぐらいだったら自身が上がりに行きました、はい、水原親のリーチです。カンチーママチードラ表示杯のカンちゃんですが、うん、まあ先制することが大事ってことですね、水原さんの中で。はい、まず一刻も早くリーチと言いたかった、うん、そんな感じもありますか、はい、さあチーマンはドラ表示杯に1枚、そして丸山と岡田の手に1枚ずつ、山には残り1枚です。大井さんは岡田さんが行ったんでもう委ねようとしてますね。岡田さんよろしくお願いしますと、はい、1曲流してください、はい、いいピン、これは現物です。丸山も頑張りたい手格好にはなっているか、岡田間に合うか、両ピンは現物。どうでしょう、水原としてもこのカンチーマ決していい街とは思ってないですね。そうですね、まあ、うまく相手が手が進んでなくて、うん、やめてくれればって感じですけどね。さあこの丸山、はい、リーチを受けていなければどんどん突き進みたい手配でした、うん、はい、そうですね、ただここはリャンマン勝負いきました。今通ったリャンマンです。まだキープしてますね、大江さんも。はい、手格好ギリギリで崩していません。初が現物でした。ただ結構水原さんのこの愚形の先制リーチもだいぶデータには揃ってきたと思うんですよね、うん、この M リーグでよく見られる光景ですか、はい、まあ、可能性がやや高いって場面ですよね、うん、なるほど、はい、となると、うん、整ったって格好の人は少しぐらい押してもいいんじゃないかなってなりますか、はい、そうですね、はい、さあどうする丸山、あ、いいピン振り点、となると急走リャンピン3ピンですか、はい、はい、転売したら3ピン、はい、岡田さん3ピンポンしますかね。どうですかね、安全牌は消し去ってしまいますが、はい、しなさそうですかね。ポン点ではないですもんね、はい、受けは広くなりますけども、はい、チーマンは残り山に1枚です。貫通っていうか積もって積もって積もってたんですね。こちらもよれてますね、はい、どうにかドラにくっつけたいところか。丸山、岡田、3ピンのポンテンが取れる形にはなっていますが一巡早く切られてしまいました。大井さんね、もう赤ウピン切っちゃうかって考えてるんですね。丸山さんがある程度来てるの分かってるんで、はい、筋にはなりましたけど G1 って牌はなかなか出る牌ではないですね。ドラがパーマンだからですか。そうなんですね。いや丸山難しい、ツモが続いている。悩ましいですね。悩ましい。4枚ある数ピンどうします、はい、これ、パーソー急走、急走はダブルワンチャンス、パーソーはワンチャンス。なるほど、チーソーが3枚見えてて、はい、パーソーも3枚見え、親先行リーチでね、イーシャンテンだから先にカンはしづらい。転敗してからがいいですか、やはり。パワー引いてスチーソーになったところで弱いんですよね。もうだいぶ切られてますね、はい、スチーソー全部で3枚場に見えている、しかも自身も使っている。難しい選択になりました。
瀬戸熊さんのおすすめってあります？この状態で。まあ目つぶってパスそうですか。なるほど、はい、ワンチャンス、ワンチャンス、また自分の上がりも見たい、はい、テンパったらスーピン缶、はい、テンパイ系によりますけどね。さあチームを背負っている丸山かな子、スーピン缶だ。お先にいた。これは強気です。さあリンシャンパイには何がいるか。シンドラは数万です。水原1枚持っている。乗りました。持ってきたのはペイ。このペイは現物安全牌です。ここにねチーワンとかいたら大ファインプレーでしたね。いや本当ですよね、はい、老朽マン、これは申し分ないテンパイになります。しかも水原の残り1枚を潰す形になる、はい、ただ以前水ね、あの丸山チーワン持ってくれば大チャンスです。はい、丸山さん来てるの分かってるんでね、先に安全牌あんまり消費したくないんですよね、大井さんとしては。おい、宝珠だけは避けたい、はい、丸山さんが親なければね多少甘く打てるんですけど、うわ、テンパイ、スーチーソーだ。ドラを切ればテンパイ、はい、スーチーソー薄いしな。スーチーソー自分の目から、これね普段だったらパーワン切ると思うんですけどね、チーム背負ってますからね。ドラで親に報酬したらという考えはよぎりますよね、はい、実際チーマン待ち、マンズの上かなり警戒に入る。頑張れ、いやー丸山、頑張れ丸山、ぎゅっと目をつぶった。頑張れ頑張れ、もう瀬戸熊さんからも頑張れの声が。丸山正念場、まだ親場も残っている。どうする？いや分かりますよ、こんなに背負わされた状況、はい、なかなかないですよね、うん、丸山いった、うん、ドラを切ってのリーチはスーチーソー待ち。いやこれはハート強いですよ。残ってます、残ってます、ね、なかなかリーチって言えないですから、これはすごいと思います。必死のリーチに行きました、はい、このスーチーソーまだ山に3枚残っている。3枚もいるんですね。残ってます。3枚場にあって大井と丸山の手に1枚ずつ。わあ、ご褒美きた。捉えた、一発、た、ね、水原から捉えた。これは素晴らしい上がり。お、裏が4問、リーチ一発ドラ、そして裏が4枚乗りました。スーピンだ。いやこれは1万2000点の4本場、13200点。水原少し目を丸くして確認して2つうなずいて展望を払います。素晴らしい上がりですね。決死のドラ切りからの見事な跳ねマン。